さあ、今日はね、懐かしい場所に来てます。三鷹市立北野小学校、私が卒業した小学校です。校庭が芝生なんですけども、ここはね、ちょうど10歳の時に渋谷からこっち越してきて、まあ向こうからずっとねこう帰ってきてたんですけども、もうこのね後ろなんか今こうマンションとかできてますけども、この辺この全部、畑かな、うん、もう家からここまで、15分ぐらい歩くんですけども、もう本当に、ね、自然がすごい、残って農家とかがまだあってというような、ちょっとびっくりするような環境でしたよね、はい、で一番、ね、やっぱ驚いたのは、渋谷なんか小学校が校庭がコンクリートだったんですけども、こっち三鷹に来たら土のね、グラウンドだったんで、もうまずそれが、渋谷なんかはね中学か高校ぐらいじゃないと土のグラウンドじゃなかったんだよね確か。だからそれが小学校から土のグラウンドだっていうので、なんかそういう思い出がありますね、うん、ここからねちょうど10年プロレスに入るまで、三鷹で育ちます。はい、そんなとこです。三鷹北の小学校です。はい、ということで、三鷹市立第五中学校、さっき北の小からここに来ました。ちょうどね自分らの時はそのベビーブームでやっぱ人がかなり多くて、十何クラスあったかな。それで俺らは次第五中学、第六中学っていうのができて、ここはね1年しかなかった、うん、ちょうどだからもう5、60年前だから、ちょうど明治維新になったぐらいかな。明治維新じゃないかな。でもほぼ変わってないですよね。校舎のこの感じとか、多分こっちは木造だったのかな、多分。そんな感じで、ここも、まあ、ここの目の前もね、何もなかったんだよね。だってそこにもあんな綺麗なね、でっかいマンションが建ってというような、あそこも何もなかった気がするよね。最初はねバスケットボール部入った。あ、そうなんですね。そう、サッカー部じゃなかった。いや、サッカー部なかった。三鷹の方はサッカー盛んじゃなくてもう野球なのよ。だから小学校の時もサッカー部を先生と作って、でこの後六中に行った時にサッカー部自分が作って、うん、っていう感じですね。じゃあ六中にも行きますか。六中行きましょう。はい、ね、よし。はい、ということで今度は五中から、今度卒業する第六中学、三鷹第六中学ですね。ここはね学校がこう人が多くなりすぎたんで、新設で俺ら2年生からここに来ました。三鷹市立第六中学校です。ちょうど今ね野球部がやってますけども、 こっちがプールで、もうだからね昔だから俺らの頃は大体あの悪い連中は結構こうスポーツもみんな、やってて、陸上大会も出るし水泳大会も出るし、で野球部も部員が足りない時はサッカー部が出たりとか、いろいろみんな兼業して、最初、2年生で下の1年生なんかと部活を作って、自分なんかサッカーの部の主将で、あのいろいろこうメニュー作ったりとかね、なんかそういうあの逆にまあ何もなかったから一から全部こう作ったっていうね、そういう思い出がありますよね。だからそう自分たちは一期生ということですから、もうでもそれでももう50年ぐらい経つのかな、多分50年ぐらい経つと思うね、うん、三鷹のこの自然な環境の中でいろいろなことを勉強させてもらいましたね、うん、まあでもまあ楽しい思い出ですよね、うん、はいはい、
でちゃんと学校卒業して、うん、その頃からもうあれ集会とかに行ってたんですか。何集会あのみんなが集まるミーティングですか。はい、ミーティングには、まあまあだからたまにその町のミーティングとかってはねたまにありましたけども、うん、まあまあそんなねまだ啓発ボランティア活動まだやってませんよそんなに、はい、あそこの三鷹五中よりはねやっぱ校舎が広くてね100メートル多分取れたんじゃないかな。ああできた時一期生だからすごい綺麗だった。すごい綺麗だったです。いやでもね ほぼ変わらずだよね。全然変わってないと思う、うん、ですね。まあこんな感じでね、まあ今日は三鷹に来てるんで、まあね、これ何シリーズ今日は今日はですか。今日は蝶野さんの生い立ちを振り返ると見せて、三鷹市長との対談だよね。そう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 、ね、一応こうね出身地三鷹をこう少しアピールするとね、非常に素晴らしい町ですから、ぜひこれを見てね、三鷹に興味持ってもらえればなと思います。はいはい、超能ネットワーク、119ということで消防団を応援する、チャンネルです。今回ですね、私の育った東京都三鷹市というところに来てまして、今日は三鷹の市長それから、消防団の方々と一緒に、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。市長、まあ、変な話しないでください地元なら出ます。地元なら出ます、はい、あの自分は、10歳の時に三鷹に越してきて、でプロレスに入るまで10年間20歳まで、ずっと三鷹だったんですけども、今日ちょっと、北野小学校三鷹五中六中とちょっと見てきたんですけども、周りの風景が変わってしまってて。そうですか。いやだから昔は自分が来た時は学校北野四丁目なんですけども、うん、そこから学校行くまでも畑しかないっていうとこだったのが、もう今住宅街がいっぱいできてるっていう感じで、もうだから今の中ちょうどもう50年前の三鷹と今ではもう全く変わってると思うんですけど、今三鷹ってどういう。今は三鷹の人口が19万人を超えてですね。あ、そんな多いですか。で、まあ、住宅都市として魅力のある街になってますが、ただ自慢は逆にですね、まだその住宅の中に畑がいっぱい残ってるっていうのは、三鷹にとってはこれだけ隣が23区都心であるにもかかわらず緑が多いっていうのは自慢なんですよ逆に。あれ三鷹は、世田谷と杉並のですか。はい、で武蔵野、調布、調布、府中もですか。府中にも囲まれてます。ですよね。はい、小金井もあるかな。あ、そうぐるっと囲まれてますけども、やっぱり周辺の自治体も含めて、はい、23区に設置してるっていうことで、すごく便利な町、うん、同時に三鷹の場合にはやっぱり大きな公園があったりして、はいはい、緑が多いっていうのはすごく自慢なんですけどね。いやでも本当変わりましたよね。もうだから昔あった、まあ50年前の話ですからね、50年40年前、うん、もうそういった店がもう自分が覚えてるような店もないし、なんかもうその、ま、道が変わってしまって。そうですね、もう少しずつです、ね、大きな変化があった年ですよね、きっと年代だというふうに思ってます。自分だからなんかここになんか引っ越してきた時はとにかく下水道完備がとにかくすごいできてる町だっていうのは、はい、なんかそういう記憶はあったんですけども、まあ、当時はねだから全国で一番最初に下水道が敷かれたっていうことで、うん、まあ、すごく注目された時もありましたけれども、はい、まあ、きっとその時のね、はい、周りのお友達いやいや、もう多分みんなくたばってますもんね。あ、そうですか。もう60ぐらいでほとんどくたばってると思うんですけども、だ自分たちが来た時中学校ぐらいの時にまだ中央高速には、はい、料金所とかまだ開通するしないっていう時期で、はい、そんな時期だったんですよね。だから本当に
都市化が一気に進んできたわけですけれども、戦後の波の中で、ね、だから住宅がいっぱいできた時代だというふうに思いますが、あの子供たちもいっぱいいて、その中で親分で頑張ってた長野さんの伝説は今でも見たか語り継がれてますよ。いや今でも見たかというと、もう今はやっぱりジブリでしたっけ。はい、ジブリ美術館ですよね。いやだから若い人たちなんか、いや三鷹はもうそういうなんていうんですか、このメルヘンチックな井の頭公園とかこういう流れから、え何を言ってるのって自分ちょっと理解できなかったんです最初は。はい、でももう今はとにかくやっぱそのもう世界のジブリだから、もうやっぱ世界中からやっぱここにこう人が集まる。そうですね、ですもんね。はい、あのまあ、今日もたまたま電話がかかってきて、まあ、そういう意味で、はい、あの大使館から、ある大使館からジブリのチケット欲しいとかですね、はい、そうなんですか、そういうことできないかっていう話が来たり、はい、まあ、しょっちゅうそういう海外の方が相当増えてますね。だからなんか自分があんまりこう接点がなかった違うジャンルのこのでも三鷹が顔が、ま、そっちの顔の方がもう今メインですよね。そうですね、そう、あの文学とかね、はい、そういうジブリの美術館もそうですし、はいはい、あとあの天文台もね、あ実はあの隠れてはいな、はい、ね、非常に三鷹の、大きな資源、ね、あれ大学も三鷹なんですか、なんとか大学は教林大学とか国際基督教大学とか、あれも三鷹ですか。そうですね、ルーテル大学とか、まあ、そういう大学も多い町だというふうに思ってます。あれでも三鷹ってこの大きくなんかもし東西南北ってこう分けたら、まあ、場所によってやっぱなんか全然違いますよね。そうですね、それはね、あの三鷹の個性だと思いますけど、はい、あのもう昔からこう小さないろんな村がこう合併しながら一緒になりながらね、はい、三鷹村になって三鷹町になってっていうそういう経緯を踏んでいますので、はい、意外とそのそれぞれの地域が個性があって自立してるっていう関係の方が強いですね、はい、それが一つの三鷹 の、まあ、あの市という形で、あの井の頭地域とね大沢って、はいはい、まあ、例えばあの東小西にあるんですけども、かなりやっぱり個性が違いますよね。そうですよね、なんか町の雰囲気違いますよね。そうですね、おそらく北のあたりにお住まいだったとすれば、はいはい、あの逆に吉祥寺とかね調布とかそういうのが意外と身近に感じられたんじゃないかと思うから。そうですね、まあでもいろいろ出張ってたんじゃないですか。いや北のはでもやっぱ北のはその三鷹の中でもやっぱりこうまあ よく言うとそ の自然が残ってる、もうほんと学校行くまで、まあ、15分ぐらい多分歩いてますけど、まあ、畑があってなんか芝生のグラウンドがあって、うん、っていうなんかそう東京ではないような、ああそういうところがあるかもしれませんね。あの普通あの、まあ、区分に近い西の方からこう開けてるんですけど、はいはい、あの北野っていうのは外郭環状道路というのが、はい、あの予定されていたので予定されているので、ですからこのそういう意味で規制があってなかなかこう開発されなかったっていうのがあるから畑が残ってたんです、ね、あの東側なのに区分に近いのに、はい、あの緑が多いっていうのがありますね。はいはいはい、あでも当時はやっぱ自分も東京の渋谷から引っ越してきて、でもやっぱその同じ小学生なんかでもやっぱ都心から引っ越してくるあの友達がやっぱ多かったですよね。あそうかもしれない、ね、そういうなんか時期だったと思います。なんかですからまあそういう意味であの地元のね農家の人たちもいれば、はいはい、そういう雰囲気もあるし、まあ、新しく来た人たちもいてっていうのはそういうことじゃないですかね、はいはいはい、今じゃあ人口のこう比率的にはどんな感じですかね。高齢化が多いですか。いやもちろん高齢化しつつありますけども、ただあの比較的若い人が多いですやっぱりね、はい、それはあの都市の方と同じだと思いますけども、はい、それである一定のこう比率でそこのところだけ、いつもこう出てったり入ってきたりするっていう感じが多いんじゃないですかね。だから今でもあの来たばっかりの人とかね、うん、学生たちが来たりとかそういう街ではありますよね。なんか自分の車でちょっとこう走ったら昔と雰囲気変わらない、なんか若い人子供が多い意味多かったですね。なんか、うん、
まあ、比較的そういう感じだと思う。もちろん全体としては高齢化しているとかそういうことあると思いますけど、はい、では今回そのメインになるその消防団の方の、ね、話をこうお伺いしたいんですけども、はい、団長今日はたくさんあの素晴らしい聖なる部隊がいらっしゃってるんですけども、北の新川地域を担当しております、はい、第二分団の第二分団、はい、分団注意課、はい、1,2,3,4,5,5名あ6名ですね、参集していただきました。北野と新川、そうです。あ、はいはい、北野新川がワンブロックなんですか。まあ、あの昭和51年に現体制になるまでは、はい、まあ、各地域に分団が存在してたんですが、はいはい、51年に改編をして、それでまあ今の10個分団に今の体制になっています。三鷹全体で何人ぐらい現在ですね、本団、まあ、団長副団長3名含めて204名で、204ですか、はい、三鷹全体ですか。三鷹全体で204名です。それは少なくないですか。おそらくなんですけど、東京の支部だと大体標準ぐらいかなとは思います。まあ、もちろんあの八王子とかいう大きい市になってくると団員数っていうのはまた変わってきますけど、はいはい、基本的には定員割れせず、やっぱりあの若干は定員割れっていうのは起きてはいるんですが、そこまでこう深刻になるほど現在はその定員割れはしてるってわけではありません。そうですよね。だって三田さん一人除いてはなんか若そうですよね。あの角の方ですか。ああもう60近いです。そんなことないよね。十分若いです。若い。あ、じゃあみんなでちょっと お名前とあのどんな感じの仕事をやられてるかご紹介。分団長から。はい。はい、私あの第二分団の分団長を拝命しております、はい、田辺陽介と申します。同じあの出身の北の4丁目の方で、あ、本当ですか、あの農家をしておりまして、はい、野菜や果物を作ってまして、はい、昔から大体私9代目で農家しておりますので、はい、佐久町の方がお住まいになった時も近所で野菜を作ってあ、どこら辺なんですか。公会堂の、いや、公会堂の裏なんで、まさに多分長野さんのご主人。あ、本当ですか。今もまあ行ってます、はい、ご苦労様です。じゃあよく知ってる。でも年がいくつなんだっけ。48なんです。いやだからもう12だから違いますから、ね、親が82なんで、おそらく行った時はまあ親もバリバリ現役で農家で。あ、本当ですか。伝説よく知ってる。なんでなんですか。次で、はい、じゃあ相談に分担の部長やらせてもらおう。もらっております根岸博樹と申します、はい、私はあの六中出身、新川出身なんですけども六中出身です、はいはいはい、で仕事の方はあの普通の一般企業でサラリーマン、あの都内でサラリーマンをしています。あ、サラリーマンしながらこっちでやってるんだ。そうです。あ、大変です。そういう形です。あ、ご苦労さんです。じゃあ次はどっちから行きますか。こっちから、はい、第二分団で班長を拝命しております森谷と申します。田辺分団長と同じように野菜農家をしておりまして、北の一丁目の方に住んでおります。森谷って森谷君の森谷。あの森谷、俺らの2つ上ぐらい森谷君って言ったもんね。ただしさん、ただしさんとはちょっと系列違うんですけど、まあ、家はすぐ近くです。あ、本当、はい、あ、森谷さんね、はい、あ、よろしくお願いします。二分団で班長を拝命しております石坂と申します。職業お坊さんで、ございまして、あの本当に詰所のすぐ近くのお寺の、副住職として勤めております。あ、本当に。どこですか。何丁目。2丁目の角ですね。あの天神社さんの横にある小さいお寺なんですけども。2丁目ってどの辺なの。あの新川天神社、天神社の路中のそばにある、あ、はいはい、小町沿いの神社の、あ、そば、あそこなの。の近くのお寺で副住職をしております。あ、本当に、はい、お婿さんで来たので、ちょっとあの三鷹の方は10年やっと過ぎたなっていう感じです、はい、あ、初めてじゃないの、住職の方がやってる。私の義理のお父さんもあの
消防団をやってたようでございまして強制的に入りました。とんでもいやいや、ね、ご苦労さんです、ありがとうございます。よしじゃあお願いします。ダイアンコマ新川で、今年入団しまして11年目の、コーマヒロシです。はい、すみません、私も、ま、農家をやってるんですけれども、はい、個人事業主として今ちょっと、ま、経理の業務の、はい、ま、補助みたいなそういった形のこともちょっとしておりまして、なので、ま、ちょっと農家もやりつつ、外でもサラリーマンじゃないんですけどちょっとそういった形の仕事もしております。まだでもやっぱ農家の方たちは残ってる方いるんですね。したらこっちも、はい、います、ね、だから消防団がまだ成り立ってるのかもしれないですね、これね。そうですね、うん、三鷹はね、結構農家にまた若い人たちが戻ってきてるんですよ。ああ本当ですか、はい、だからそういう意味ではね、後継ぎっていうか、まあ、三鷹に満ちてる人がいっぱいいる、うん、いやだったらその六中のなんか通りのところになんかさくらんぼじゃなくて何だっけ、いちご、あ、いちご、はい、ね、ああ三鷹でいちごなんて、ね、うん、全然似合わないよね今流行ってるんですよ。流行ってるんですか、そんなこと言わない。いやいやいや、なんかそういう洒落たあれが洒落てるんです。じゃあ最後、こうして三鷹市消防団第4団4期目になります。年齢は43歳。43歳、2回目は60です。そんなことない、はい、北浜の方で私の方は、ゴルフ練習場の方を経営しております。あ、いや、でかいやつ。あ、そうそう、あ、昔からあるやつでしょ。はい、そこです。俺よく行ってました、はい、あ、あそこなんですか。はい、あそこで、経営しております。あ、ぜひまたよろしくお願いします。たまサービスしてもらいます、ね、あ、そっか、あそこまだあるんですよね、したら。あ、練習場あります、ね、一番下です。あそこと森谷君のとこ、あの並びじゃ、あの辺じゃないの、あの辺なんですよ。ね、そうですよね、はい、すぐ近くです、なるほど。ということで、今こう三鷹は年齢が皆さん40代とか、そうですね、これだけで、はい、固まってるところなかなか珍しいなって、30代40代なんて人たちはなかなかもう揃えられないっていうところが多いですけどね。そうですね、三鷹省で比較的30代40代の方が中心で多くて、はいはい、なのでまあそういった面で考えれば素晴らしいですね。まあ若い、平均年齢若い方だと思いますね、はいはい、確か平均年齢が 40. 何歳だとか、はいはい、そういうだと思ったんで、はい、だから結構縦系がまだしっかり残ってるんでしょうね、三鷹。そうですね、まあ、今こうお話あった二分団の団員さんもそうなんですけど、まあ、息子さんが入ってくれたりとかっていうのがあるんでまだ成り立ってるのかなっていうところもありますし、あとまあ最近やっぱ増えてきてサラリーマン団員さんっていうのもやっぱ増えてきて、まあ、ただね、地域に住んでこう防災意識っていうのが高いから家にこう来てくれるのかな、入ってくれるのかなっていうのもありますが、はいはいはい、皆さん東日本の時っていうのはもう団入ってる状態です、ね、3人だけど、あ、3人ですか、うん、こっち三鷹も揺れました、うん、揺れました、揺れました、はい、あ、本当ですか、はい、いや自分もでもあれがきっかけで日本消防協会の会長さん紹介してもらって、で254名の方が消防団員が亡くなったっていうことを津波で、というような話を聞いて、ちょっとそこがきっかけだったんで、だからやっぱ今その自分お手伝いしてるのはその地域防災の方も、はい、まあ、啓発のお手伝いしてるんですけども、この三鷹はこういうなんですか、地盤的になんか気をつけなきゃいけないものとかってやっぱあるんですかね。まあ、比較的しっかりしてますよね。しっかりしてるんですけどね。ですよね、はい、やっぱ台風っていうか豪雨とか水ですか、水害はありますよね。あ、別に、あ、ここ近年はずっと水災害、あ、でもどこもそうですよね、はい、異常気象ですからね。詰所っていうやつは三鷹で行くとどれぐらいあるんですか。10個分団なので10箇所、10箇所、はい、あとなんかその
隣の方とやっぱりなんか装備してるものがなんか違ったりとかっていうのがやっぱりこっち三玉の方の西東京と東多分違うんですよね。あの特別区と、はいはい、まあ、いわゆる23区と支部ではやっぱ装備は違いますよね。違ってきますね。はいはい、で我々の方だと各分団にポンプ車を1台ずつ配備していただいているので、はいはいはい、ね、23区だと下半ポンプであったりとか、はいはい、軽トラにそういう機械を乗せてというのはやっぱりこう装備はちょっと変わってきますね。はい、と隣の何ですか、武蔵野だ、はい、府中だ、調布だとか、ええ、そういうところって消防団って、あ、隣接協定っていうのはやはり結んでおりますので、あの、境界線200メーターかなの範囲は出動する、お互いで出動するっていう、ああ、あるんですか、ええ、はい、っていう協定は結んではおります、ね、まあ、消防団ってやっぱ昔はこう中が喧嘩してたような仲間同士関係の人たちもいますよね。まあ、あのやんちゃな歴史を持たれてる方はそうかもしれないですよね。まあ、それも、もうそこはもうあのノーサイドでみんな協力しちゃってると。まあ、大人になってますからね。いや、でもそういう公正な場としても消防団ありましたよね昔。今は違うかもしれないけど、昔はそういう皆さんがちょっと公正する社会のためにっていうような、消防さんそれご自身のこと言ってい や, いやでも自分も消防だってその10年ぐらい前にその全国の消防団長が集まる会っていうのをちょっと顔出してくれって言ったら、もうどこか、いや、どこか親分の集まりじゃないかっていうような感じだったんですよ。そういう方もいらっしゃいますね。でもそれがやっぱここ最近は世代が今もう60代とか、その下がってくるんですけど、そしたら皆さん全然あの変わってきてますよね。もうあの団長のような感じの、あのもうもう素晴らしいあのもう今風な、今風ですか、 ありがとうございます、 ありがとうございます。きっと 団長がね、すごい真面目に人生を歩んで今に至ってると思いますけどね。多分そうだと思いますいや、ありがとうございますまあでもあれですよね、今までのこう流れっていうのと今はもうだんだんなくなってきましたけど、地域青年団があって、はいはい、青年団から消防団に上がるとか、そういう流れっていうのは昔はあったと思うんですけど、今はそういうのがだんだん青年団なくなっちゃったからね、はいはい、結構各地域にありましたよね。三鷹は、まあ、結構都内ではあの最後まで青年団組織があったって言われてますけど、はい、え、青年団って何ですか、事業地域のそういうお祭り手伝ったりとか、あ、そうか、祭り系のものですね。まあこうもろもろ、はいはい、イベントをやったりとか、あ、はいはいはい、そういうような団体ですよね、はいはい、でそこを上がってこう何か何となく町会に入って何となく消防団に入ってみたいな面もあったと思うんですけど、昔はそういう組織があったんですね、青年団というところで、まあ、不良の連中が集まってで、まあ、そういう町のそういう行事に関わりながら、でそこからまたもう一つ、貢献、社会貢献の消防団活動、ね、地域愛をこう地域愛高めてっていう、ね、ああ、そうか、そういう組織があったんですよね。そうなんですよ、ね、今でも青年会議所とか、はいはい、あの商工会の青年部とかね、はい、そういうところと、まあそうですね、農協の清掃年部であったり、あの東日本の大震災の時も一緒になって救援物資を送ったりとかいろいろやってましたから、ね、あ、いや、でもそういう歴史ってあんまり、あの自分知らなかったです。そういう青年部があって、そういう流れでって、そういう頃もあったりとか、今は今市長が言われたようにこう市内の青年がこう集まるような団体ですよね、はいはい、そういうところがしっかりと三鷹の場合あります、ね、ダック組んでやってたりとかしてるのも、こうやって消防団に入ってきてくれる一つのもしかしたら要因なのかなとは思いますけど、ね、長野さんが言われたみたいな、東日本の大震災のところね、はい、やっぱり皆さんやっぱりそういう関心が高まって協力し合うような土壌がね少しずつできたり、はい、またそういう動きが出てくると思いますよ、ね。
能登半島でもありましたからね。ですよね、はい。まあ、だからもう10年経ちますけど、10年以上経ちますけども、やっぱあの若い世代の人たちがその協力っていうあの意識がものすごいなんか高かったですよね。ボランティア活動で動いたりとか。ちょうどだって皆さんも30代ぐらいのね時で多分そういう経験されて、こちらの方 3名はじゃあ、震災の後ですか。でもこういう何ですか、その青年団でしたっけ、もうその前にはあったんですか。そうですね、青年団とか。ずいぶん昔ですけど、ね、それはもっとかなり前ですけど、ね、青年団とか存在して知ってます、あの聞いてます、話だけは。あ、なんか悪いではなくてね、青年団は青年団、あ、じゃあ僕のやつになるね。そんなことないですか。最後三鷹も平成の本当、はい、最初ぐらいでもうなくなっちゃったんで。そっか、でも祭り系は青年団なんですか、まあ、そうですね、はいはい、そうですね、盆踊りとか、ああ、そういう催しも地域のこう引っ張っていくような。でも三鷹でもまだあれですね、ちゃんと皆さん地元の方がしっかりこのあの残って支えてますよね。あの年に行けば行くほどもうみんなこう出たり入ったりが激しすぎて、あの地元の人間なんかどこにいるのか分からなくなってしまってるのとこありますけども、やっぱ消防団がやっぱそれ守ってますね、うん、まあこうね外を勤めてても戻ってきてくれたりとかしてる人も多いんで、まあ、やっぱそれでなりこうやっぱりさっき言ったような地域愛っていうのがあるから戻ってくるんじゃないかなと思いますけど、ね、ですよね、やっぱ三鷹っていうところはいいとこですよね。いや非常にいいとこですよ ね、 ね、畑がいっぱい残ってるってね、意外とね、実は畑以外のことも含めてそういうあの町を担う人たちを作ってるって感じしますよね。多分私もやっぱ三鷹で育ったがこういう素晴らしい人間性ができてきたんですけど、今改めて間違いないですね。いや世界中で活躍してるのにまた日本に戻ってきて、でさらに三鷹に戻ってきてください。はい、三鷹ね、どうもやっぱこう運転して通るとね、なんかどっか絡まれるんじゃないかと思って絡んでたほうじゃないなんか緊張するんですよね。でもいやなんかこうあの皆さんなんかと会ってあの勝負団の方たちの顔を見たら、やっぱその辺がちょっと自分のもうなんか40年前の、50年前のなんかイメージが残っちゃってるのがあの変わってきました。だから本当多分あの消防団がやっぱ今若い世代の人たちがやっぱなかなかその組織自体を知らなかったりっていうことがあるんで、あの三鷹消防団はこうやっぱ何ですか、祭りとかああいうところでこういろいろこう出たりとかするされるんですか、あんましないんですか。いやあの各分団ごとにそれなりにやっぱり警備したりとか、はいはい、あとなんかこう催し物の一部数手伝ってたりとかっていうのは団ごとによってやっぱり活動っていうのは違いますけど、もっと派手にどんどんやった方がいいんじゃないですか。まあそうですね、いや俺ね、それ東日本の時にあの消防の方たちがやっぱこういろんな犠牲を払っているのにあんまりこう前に表に出ないっていうのがあって、でこれ何年なんですかって、まあ、消防の方も含めてなんですけども、いやあの我々は裏方なんですと、こういうことでその表に出ることはあまり良しとしないっていう、ちょっとやっぱ体質がね、そうそう体質がなんかあったんで、まあでももう今はそういう時代なんか、皆さんさっきあの誰かサングラスかけてましたよね。あれぐらいのね、あれぐらいでさ、そうあのちょっとこうアピールをして、どんどんやっぱあの消防団面白いよとね、あのやっぱ存在をこうあのアピールしていくことをどんどんやっていってもいいんじゃないかなって感じしますけどね。いやいろんなイベントでね、あのそういうポンプ車なんか出してもらったりとかいろいろしてますから、子どもたちにすごく人気あるんですよ。ああね、でそこにあの調査来たらもっとあの盛り上がるから、じゃあそのうち顔出してください。じゃあ今度リングでも組んで何かやりますか。そうです ねあの小間さんが多分、ね、上がると思うんで、ね、ぜひ STF をかけていただいて。
用意してたの？サングラス。いや、そうですね。あの妻にこれ持ってったらって渡していただいて、で、長野さんと対談するんだっていう話をしたら用意しておいてくれまして、それは今日持ってきて。お兄さんと全然違うキャラ。あ、お兄さんもですか。です。お兄さんも消防団？え、別また別のあの三鷹の別の分団に。え、すごいな。ですけれど。三鷹でもそういうなんか昔の消防団のあれがちゃんと残ってるんですね。なかなかにもそういうとこ少ないですもんね。らしいですね。だからこれが続いていけばいいんですけど、やっぱりそうは言っても三鷹市もその入団員不足っていうのは否めないんで、今後はそういうのが年数重ねていけば問題として浮上してくるのかなと思います。え、皆さんあとお子さんとかいらっしゃいますか？はい、はい、いるいる、はい、いる。家庭が2つ、3つぐらいみんな1つです。でもちゃんとなんかその後継ぎもいるわけですもんね。いや、すごいですよね。ぜひ入団してもらって。わかりました。今日はね、市長と、それから三鷹の消防団の方々一緒にいろいろ話しさせていただきます。で、この後、キャバクラでしたっけ？違う、あの、あそこはね、あの、詰め所でしたっけ？ね、詰め所に、今日は今からちょっと、もう少しこう砕けた話を、面白いね、消防団のいいところをこう紹介していただこうかなと思いますので、今日ここはこの辺だけで大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございました。